今回は感染防止のため市民は演説の場に近づくことができませんがこちら、ネット上で演説がライブ配信されています。1月の総統選挙で中国への対抗姿勢を示し過去最多の票を得て再選した蔡英文総統の2期目の就任式が行われました。日本の 蔡総統は中国が示す中台統一方針を否定し対立と隔たりの拡大を避けるのは双方の責任だと話し中国の習近平指導部に対等な立場での対話を呼びかけました就任挨拶は通常は大通りで大規模に行われますが 今回は新型コロナウイルスの影響で外国からの来賓も呼べず市民の参加も取りやめ規模を縮小しました。